日本書紀にも記された古代日本の文明国日高みの国の真実とは、皆さんは日本が単一民族国家であり、古代から大和朝廷が統治する一つの国家とお考えですか？確かに日本人は見た目は似ていますし、同じ語族で一括りにされる民族集団でもあります。しかし地方ごとに独特な文化が今でも根付いていますし、訛りが強い方言は会話ができないことも、同じ日本の国民でありながら多文化共生と感じてしまうシチュエーションは少なくありません。古代の日本においては地域ごとの違いは今よりもさらに強いものがありました。紀元前1世紀に編纂された漢書地理史にも、落朗会中に和人あり分かれて百余国となるとあり、日本が統一政権による一枚岩の安定した国家でなかったことが公式な歴史として記録に残されているのです。そんな分裂した古代国家群の中で要注目すべきなのが日高みの国です。時の大和王権から討伐すべしと標的にされ、あの大和武尊命が派兵されたほどでした。しかし日高みの国については謎が多く、実際に存在したか疑わしいとする研究者もいるほどです。今回の動画では日高みの国について、日本の正史と位置づけられる日本書紀や古代の茨城県の歴史を綴った常陸の国風土記での記述を紹介し、国家としての姿を紐解きます。さらに正史とは違う歴史を記録した古史古伝の一つ発末伝を紹介し、その中で日高みの国がどのように位置づけられているかも紹介していきます。今回は学校では習わない古代日本にあった文明国日高みの国について語ります。日本書紀で日高みの国は第12代景光天皇の治世を記録した景光記に登場します。それによると、景光天皇の治世25年に家臣の竹之内の宿根を東国へ派遣し、東国の様子をつぶさに観察してくるように命じます。2年後に帰還した竹之内の宿根は、遠いには日高みの国があって、髪を結って体に入れ墨をする人々がおり、恵比氏と呼ばれていますと報告しています。竹之内の宿根はさらに付け加えて、とても肥沃な土地なので打って取るべきとも述べているのです。ちなみにここに登場する遠いとは、中国で周辺異民族を蔑んで呼ぶ氏のことで、遠い、北敵、青獣、南蛮の一つです。景光記から読み取れるのは、東には日高みの国という大和王権とは別の国があり、そこには恵比氏と呼ばれている人々が住んでいるということです。とはいえ、日本書紀に振り仮名はありませんので、恵比氏と読むのかは分かりませんけれど、日本書紀の神武統制記では東方に住む人々のことを恵比氏と記していて、古代においては東国の人々を恵比氏と呼ぶのが一般的であったと推定できます。しかしご存知の通り、恵比氏は他にエゾとも読めますし、恵比寿と読むこともあります。平安時代末期、鎌倉を中心とした東国の武士団は都の人々から遠いと呼ばれ、京の雅な気風からはその荒々しさや武々しさが蔑みの対象とされたのです。いずれの呼び方をするにせよ、中国の異民族を蔑む思想を反映した文字を当てていることから、大和王権が東国の恵比氏たちの国、つまり日高みの国を低く見ていたことは間違いありません。だからこそ肥沃な土地であるという理由だけで我が物にしてしまえという発想も生まれたわけです。そして大和武尊命が統制して日高みの国を滅ぼすわけですが、日本書紀には恵比氏をすでに平定して日高みの国より帰還したとの記述があり、その進軍ルートは上総から陸奥の国に入るとなっています。上総は現在の千葉県であり、陸奥の国は福島県から青森県までの広範囲を含む地方単位でした。この大和武尊命の統制による討伐以降、日本書紀には日高みの国の記述は登場しなくなります。それはこの段階で日高みの国が大和王権によって滅ぼされたことの証といえます。それでは滅亡した日高みの国はどこにあったのでしょうか。現在の東北地方である陸奥の国エリアが日高みの国だったということでしょうか。8世紀後半の桓武天皇の時代にも、坂の上の田村麻呂、征夷大将軍に任じて恵比氏討伐は引き続き行われています。大和武尊命の統制では恵比氏の一部を服属させたにとどまったと考えるのが妥当で、日高みの国は陸奥の国エリアの一部分をなす限られたエリアを支配する国だったはずです。
それではここで古代日本を記したもう一つの歴史書、常陸の国風土記の内容を見ていきましょう。常陸の国風土記は日本書紀と同じ頃に成立した常陸地方の地域史を記述した歴史書です。この中にも日田上の国に関する記述が登場していて、筑波郡と茨城郡の700戸を志田郡とする、この志田はもともと日田上の国であったとあり、かつての志田郡、現在の茨城県の霞ヶ浦南部にある稲敷郡の地域に日田上の国があったとしているのです。大和たけるの命の統制による日田上の国討伐は、千葉県中央部となる上総に駐屯し体制を整えた後に進軍したと記されていますから、霞ヶ浦の南部に敵がいるとすればぴったりきます。恵比寿軍も戦いのために南下してきたと考えられますし、そうであれば日田上の国は茨城県やそのさらに北側を支配地域とする国であったと考えることができるでしょう。日本書紀に日田上の国の記述が登場することを紹介してきましたが、この日本書紀の内容について注釈を記した釈日本義という書物が鎌倉時代末期に編纂されています。この書物の内容によると、大祓の言葉に登場する日田上の国とは、神武天皇の統制以前の大和地方を指す言葉であり、大和たけるの命の統制の頃の常陸の国を指すものと定義しています。大祓の言葉とは、神道の大祓という儀式で用いられる祝詞の一つで、中富氏がその読み上げを担当したことから中富の祓言葉とも呼ばれます。この大祓言葉の中に日田上の国の記述が登場するのですが、その内容は次の通りです。各与差し立て祭りし、よもの国中と大山と日田上の国を安国と定め立て祭りて、これを口語訳すると、平和に統治する四方の国の中心として大和の日田上の国を都に定めるとなります。そしてここに登場する日田上の国とは、国の名前ではなく周囲を見渡せる高台との意味としているのです。また昭和の歴史学者である津田宗吉は、日田上の国という言葉について、実際の地名ではなく日が昇る方向を意味する言葉だと定義しています。この他に神話学者の松村武雄も、日田上のを日の上のこととしていて、大和王権から見た東の日が昇ってくる場所を指す言葉であったとの説を唱えています。これらいずれの説も、日田上の国という国は存在せず、時の支配政権の東側にある地域を指す言葉に過ぎない、そうした見解を持つ点で共通しています。実は現在の日本の歴史学者たちの間では、この日田上の国は東方を意味する言葉とする見解が主流で、日田上の国という国家は存在していなかったとする考え方が一般的となっています。それでは本当に日田上の国は存在しなかったのでしょうか？単に東の日が昇る方向にある地域を指すだけの言葉だったのでしょうか？日本書紀や常陸の国風土記にあれだけ明確に日田上の国のことが記録されているのであれば、存在していたと考える方が自然かもしれません。日田上の国を実在していた国として、もっと具体的に記述する歴史資料は存在しないのでしょうか？実はあります。それが古史古伝の一つとされる発末絶です。古史古伝とは、危機のような正史と認定される書物とは異なる歴史を伝えているため、多くの歴史学者からは史実ではないと認定されてしまっている歴史文献の一群です。発末絶は上津文とともに古伝史書と称される、古史古伝の中では最も有名な書物の一つとなっています。発末とは、散らばっていた伝承を一つにまとめる過程を指し、伝えは伝えを意味しています。漢字で書くと発末伝となり、これは誠の言い伝えであり、正式な歴史書ということです。発末絶は五七調の調歌体で構成された歴史書で、神代文字の一つである押手で記されています。危機でいう世界の始まり、天地開闢から神代を経て、初代神皇である神山と言われ、危機でいう初代天皇の神武天皇から第十二代神皇お城分け慶光天皇の時代までが記録されています。この発末絶の中で、日田上の国は実に興味深い存在として登場しています。その内容は次の通りです。世界の始まりの天地開闢の時、国と子たちという最初の神が出現します。そしてこの神が治める国の名は常世国と言いました。発末絶では、この常世国が天界の国であるとともに地上の国であるともしています。
そして地上での常世国が日上の国であり、世界の始まりの場所とされているのです。その場所こそが陸奥国にあるとされていて、この場所は高間ヶ原として栄えます。日上の国は国と子たちから高見結びに譲られ、高見結びの娘のイザナミはイザナギと結ばれ、日上の国からはさまざまな神たちが生まれ、ますます発展していくことになります。しかしやがて西方で大和朝廷が起こり発展したことで、日上の国は衰退していくことになったのです。以上がかなり要約した内容ですが、発末帯における日上の国に関する記述です。日本書紀において日上の国は征服される側としての存在ですが、発末帯では地上の国の始まりとして描かれていて、確かに古代日本に存在していた国であることがしっかりと記述されていることがわかります。ただし古史古典である発末帯は多くの歴史学者から偽書のレッテルを貼られ、すでにお話しした通り、その内容には信憑性がないものとされています。このため日上の国も史実には即さないものとされ、その存在を否定されてしまっているのです。日本書紀には明らかに日上の国の記述があるにもかかわらず、それは単に大和王権から続く支配政権から見た東側にある地域を指しているだけとみなされています。それでは歴史学者から信頼が置かれ、学術的にも信憑性があるとされる歴史書に、古代の日本に大和王権以外の国家があったとの記載はないのでしょうか。いいえ、実はあるのです。それが司馬遷の史記に始まる中国の正史二十四史の一角をなす句読序と新唐序です。この両書は7世紀に成立した中国の唐の歴史を記したもので、10世紀の唐の滅亡までが内容となっています。この中国の正史である句読序には東夷、すなわち東方にある異民族の国々の項目があるのですが、そこには倭国の他にあえて別項目で日本国が存在しているのです。倭国について記した箇所には、倭国は古の和土国なりと記載されていて、これは九州で発見された漢の和の名の国王の金印を連想させます。つまり句読序の倭国とは後漢序東夷伝に記された金印を授かった那国の後継とみなされていて、これは同じく九州の日向を出自とし、神武統制によって大和に拠点を移した大和王権であったと考えるのが妥当でしょう。一方で日本国と題された項目には、日本国は倭国の別種なりと記されています。つまり当時の日本には大和王権の他に日本国を名乗る国家が存在していたということになります。句読序ではさらに日本国の様子を東西南北各々の数千里ありと記していて、数千里はかなりオーバーな表現ですが、広大な地域を支配下に置く国であることは間違いないようです。その時代の日本における大和朝廷以外の勢力となると恵比氏もしくは熊祖となりますが、広大な地域を支配下に置いていた勢力となると、やはり恵比氏と考えるのが妥当でしょう。日上の国は大和尊皇の統制によって滅亡したものの、その後継となる恵比氏たちの国が作られていて、その国が日本国と名乗っていたと考えることはできないでしょうか。しかしここで問題となるのは日本国という国号です。もともと中国から和と呼ばれ、自ら国名として名乗ってきましたが、漢字への理解が深まるにつれて和という文字に蔑みの意味があることを知り、中国から見て日が昇る東にある場所ということで日の本として日本と名乗るようになったとの言われがあります。これは一部の学者が唱える日上の国が東側の日が昇ってくる場所を意味する説と一致します。恵比氏たちは滅びた日上の国の後継国に同じ意味を持つ日本と名前をつけたのでしょうか。実は句読序には日本国が倭国を併合したとの記述があるのですが、その後書き直された新唐序では倭国が日本国を併合したと内容の修正がされているのです。その後の日本の歴史から見ても句読序の内容は誤りであり、新唐序が正しいと見るべきでしょう。となると倭国としての大和王権は対外的に名乗る国号を恵比氏たちから拝借したということになります。そのようなことがあるのでしょうか。プロローグで述べたように、古代の日本では地域ごとの自意識は高いものでした。自分は大和の国の民、出雲の国の民との自覚はあるものの、総称して日本の民と考える意識は低かったと推測されます。
すでに中国に伝わっていた日本を対外的に名乗る国号として拝借した可能性はあるでしょう。ここまで日本の古代に存在していたとされる日高見の国の実像について考えてみました。学術的には実在していた可能性が低いとされていますが、さまざまな文献を紐解いてみると日高見の国は日本の古代に存在していたと確信せざるを得ません。そうであれば日高見の国はどこにあったのでしょうか。実は日高見の国に由来すると考えられる地名は日本各地に残っています。現在の大分県の日田市や岡山県の津山市にある日神、兵庫県丹波市の日神のほか、岐阜県の日田市、岩手県の北上市なども日高見の国から地名がついたと考えられている地域です。これは神武統制により拠点とした場所が出発点の日向から東へと移動していったためで、日高見の国という国名が持つ日神という日が昇る場所という意味から、王権が拠点とした場所から見た東側に日高見の国に由来する地名が残ったためだと言われています。それは神武統制により大和が拠点となってからも同様です。景行天皇の命により統制を行った大和尊皇子ですが、遠征軍が向かった先にあったのが常陸の国です。この常陸ですが、現在の茨城県に常陸という地名があるように、日が立つ場所の意味を持ち、大和王権から見て東側にある日が昇る場所であったためについた地域名とする説があります。すでにお話しした通り、常陸の国不時には茨城県に以前あった篠田軍が日高見の国だったとの記述もあり、この常陸の国がもともとは日高見の国であった可能性は高いです。ただし竹の内の宿根が景行天皇に報告したように、日高見の国は広大で肥沃な土地を持つ国であり、日立の国だけが日高見の国であったわけでなく、その北側にある陸奥国の一部も含まれていたはずです。大和尊皇子の統制が日立の国でとどまらず、陸奥国の奥まで進んだのもそのためと推定できるでしょう。さらに興味深いこととして、神武統制や大和尊皇子の統制において戦勝により支配権を確立した地域には、かなり格式の高い神社が残されているという点があります。大分県の宇佐八幡宮や広島県の武神社など、神武統制で拠点となった場所には神武天皇を主祭神とするなどの重要な神社が残っています。常陸の国にも歴史の深い神社が残されていて、それが鹿島神宮と香取神宮です。名乗るには特別の許可が必要な神宮の社号でもあり、一説によれば伊勢神宮よりも創建が古いとされ、格式の高い神社であることは間違いありません。日高見の国の名残を残す地名、常陸の国不時に残された記述、大和王権が戦勝の印として残した神社など、数多くの痕跡が多く残る常陸の国は、日高見の国があった可能性が最も高い場所と言えるでしょう。次に日高見の国があった可能性が高い地域が現在の青森県となります。青森県では遮光器土偶が発見された亀ヶ丘遺跡や、ストーンサークルが見つかっている小牧の遺跡や大森勝山遺跡など、独特の特徴を持った縄文時代の遺跡が数多く見つかっています。さらに20世紀末には青森市で三内丸山遺跡が発掘され、想像以上の極めて高い文化レベルが明らかとなり、それまでの歴史学の常識が大きく覆りました。この三内丸山遺跡を中心とした縄文文明と呼べる高度な文化を持ったこの地域の遺跡群は、ユネスコにより2019年に北海道北東北の縄文遺跡群として世界遺産に登録されました。景行天皇の命により東国を調査した竹の内の宿根は、髪を結って入れ墨をしている人々が住んでいること、そして現地の人々が恵美氏と呼ばれていることを報告しています。これは3世紀に編纂された中国の歴史書である三国志魏志倭人伝に記された倭人の特徴と同じです。魏志倭人伝には顔や体に入れ墨をしていることを示す鯨面分身と記されていますし、髪は結んでいることを意味する屈髻と記されています。こうした文化は縄文時代から続いてきたものとされていて、魏に朝貢した邪馬台国でも同様の文化が受け継がれていたことが分かっています。もしかすると三内丸山遺跡を中心とした地域には、邪馬台国のように古代の文化を受け継いだ国家が存在していた可能性があります。そうした国が実在していたのであれば、それが日高見の国であったと考えることもできます。またこの地域を考える際には、
北海道だけでなく東北地方に広く暮らしていたアイヌを忘れてはいけません。縄文時代の特徴である狩猟採集の暮らしを継続していたアイヌは、族縄文文化の担い手として独自の文化圏を築いていました。このため北東北に居住し続けたアイヌが意味しになったとする説があり、そうしたアイヌが作った国が日高みの国とする説も存在しているのです。確かに北東北にはアイヌ語を語源とした地名が数多く残されていて、この説は正しく思えますが、一方で蝦夷は優れた騎馬兵として知られるにもかかわらず、アイヌには馬に乗る習慣がないなど、双方の文化には相違点も多く見られます。ただ高度な文化を誇った北東北の縄文人が国家を形成し、それが日高みの国だったという説は興味深いです。今後の研究で詳しいことが分かっていくことを期待します。ここまで古代日本に存在した文明国日高みの国を考えてみましたが、いかがでしたでしょうか。日高みの国が実在したかどうかは正直なところわからないとしか言いようがありません。けれども今回集めた資料のような状況証拠から判断しても、古代の日本には大和王権とは別の国家が東にあったことはほぼ間違いないでしょう。中国の正史である九島女から見れば、大和王権と互角の力を持っていたと考えられる日高みの国ですが、日本書紀では大和たけるの命に制圧される存在としてわずかな記述で登場するのみとなっています。これはやはり日本書紀が大和朝廷により勝者からの視点で書かれているためです。勝者により存在しなかった国とされてしまったのか、もともと実在しない国だったのか、日高みの国の真実は今後も歴史にうずもれたままになってしまうのでしょうか。もしかすると新しい資料の出現で歴史学の常識が覆る可能性はあります。第二次世界大戦時にイギリス首相を務めたウィンストン・チャーチルの言葉に、歴史は勝者によって作られるというものがあります。勝者によって書き残された歴史は勝者にとって都合のいい内容でしかないということになります。しかしその一方で、勝者は事実によって裁かれるという言葉もあります。未来永劫にわたって繁栄し続けた体制はありませんし、勝者の座から降りた後に不都合な真実を書き換えた事実が明らかとなり、歴史が修正された事例はいくつもあります。私たちの身近な例ですと、かつて足利尊氏であると信じられていたあの肖像画も、現在では単なる騎馬武者像とされ、尊氏とは関係ない絵だとされているのです。このように歴史の常識は常に覆る可能性があることを、私たちは理解しておく必要があるでしょう。今回、日高みの国を紹介するにあたって、古史古典の発末伝えを参照としました。正史とされる文献とは違った歴史を記す古史古典ですが、発末伝え以外にも存在しているのです。ここからは歴女である私がピックアップした特に興味深い古史古典を皆さんに紹介していきます。まず最初に取り上げるのは上津文です。漢字で書くと上津文となり、江戸時代に現在の大分県となる豊後国で発見されました。日本の古代史が近代文字の一つ豊国文字で記されています。序文に豊後国守護の大友義直が記したと書かれているため、大友文書もしくは大友文献と呼ばれることもあります。その内容で特徴的なのは、危機では初代天皇とされる神武天皇ですが、上津文では宇賀屋吹会津王朝と呼ばれる政権の第73代の王とされています。宇賀屋吹会津は危機の神話では神武天皇の父ですが、上津文では宇賀屋吹会津王朝を開いた人物とされているのです。このように危機とは大きく違う内容が記されているのが特徴となっています。続いて紹介するのはカタカムナ文献です。別名をカタカムナの歌碑といい、カタカムナ神社の御神体とされる書物となっています。1949年に物理学者の楢崎光月によって発見され、カタカムナという独自の文字で記されています。内容は古代日本における製鉄や農業、石器製作や機織りなどのほか、経済、医学、哲学など科学的な側面を記した内容が多く、歴史書とはかなり毛色が違った書物となっています。文字がなかったとされる縄文時代の日本の様子を伝える唯一の文献として知られています。最後に紹介する古史古典は九上文書です。安土桃山時代に水軍として活躍した九鬼一族に伝わる文書で、
久喜家の祖先とされるアルアメノコヤネノミコトが記した神代文字の文章を中富の鎌足の息子である藤原の不人が書き改めて編纂し直したものと伝えられています。内容は上津文と同じく宇賀谷吹会津王朝の存在を伝え、さらに古代出雲王朝の正当性を伝えるものとなっています。また古代の日本における宗教戦争、蘇我氏、物部氏、中富氏の戦いを記しているのも特徴です。この他にも興味深い古史古伝はまだたくさんありますので、興味のある方はぜひ調べてみてください。今回の動画では様々な資料を検証して日高見の国について考えてきました。日高見の国は日本書紀では大和王権の単なる討伐対象の一つとして登場するに過ぎませんでした。しかし中国の正史である苦闘女には古代日本に大和王権に匹敵する国家があったことが記されています。これが日高見の国であるかは不明ですが、少なくとも大和王権、その後継となる大和朝廷だけが古代日本の全域に揺るぎない支配体制を確立していた唯一の政権だったわけではないことを示しています。今後新しい資料の発見や遺跡の発掘で日高見の国について新事実が発見されることを期待しています。今回は学校では習わない日高見の国について語りました。動画が良かったと思った方はグッドボタン、次の動画が気になる方はチャンネル登録をお願いします。それではまたお会いしましょう。